スイチャーハン作ってみっか。鍋温めなくていい？ちょっと待って、わかんないから待って。卵出してから。あ、ちょっと油が。あ、やっぱりあれだね。最近はどうしたの？風向きが変わった。それはあれだね。日系ももしかしたら天気がそこ打ったかもしれないよ。調味料がこっち来てるぞ。とりあえず。天気は悪いやってるから。とりあえず1食分だけだから、うん、弱いかどうかはちょっと炒めてみないとわからないから、うん、よし、油入れてみてから、うん、指出てきたよ。お、かっこいい。アウトドア昔からやってますみたいな。ちょ、え、こぼしちゃうんでしょ。あ、まずかった。いや、マジ火ついたかもしれないからね。いや、すげえ火力だよこれ。強い？うん、本物の強いか。いや、火力すごいよ。いや、すごいじゃん。とりあえずやるか。もうこれは、これはね、そんなここまで来る暇ね。これ使っていいかあかんの。いいよ。よりでもない、うん、そうでしょ。多分ね、多分まばばらけんだな。火が向こう流れてる。火立つ？いや、ちょっと待って。あ、まあでもいい感じだよ。いい感じだね。まあいい感じだね。結局鍋洗いに行かなきゃダメ。いや、意外と軽くあるよこれ。パラパラだよ、めちゃくちゃ。おー、うまそう。めっちゃパラパラ。ちょっと味見、あ、待ってごめん、全然塩の味見とかしてる暇なかったから。味超薄いかもしんない。味見できてねえから。ヒント合わない。え、ヒントが合わない。ちょっと味見できてねえから。薄い感じね。あ、でもこれ1食分だけ作っててよかった。なんとなくさ、缶が、うん、卵の缶、どこで使うんすよ。暇ねえよ、でも。